なんじゃこりゃー、みんなでかすぎだろ。おー、皆さんどうもコンコンチスーパードイヒーです。ただのドイヒーに見えるけどね。今日はサバイバルを頑張っていくよ。まずはお布団を作るために羊探しだ。どこにいる羊や、なんじゃこりゃ。牛、鳥、でかー、とんでもないでかさだね。あまりのでかさにびっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べれるところ点。動物たちはもう化け物じゃないか。確かにこの人はもう動物じゃないね。化け物だよ化け物、人間よりでけ化け物だよ。襲われちゃうよ。襲ってきたりはしなさそうだし、大丈夫だよ。それじゃあ倒してお肉ゲットだよ。お肉ゲット、大量のお肉がゲットできると思うよ。こんなに大きかったらすごそうだね。お肉1000個とか取れるんじゃないの。あ、毎日がステーキステーキステーキ祭りだ。最高、テンション上がりすぎ。お肉の雨だって、お肉しょぼ、お肉の量しょぼ、結局いつもの量で味ピチパー。ちょっとがっかりだったね。これも全部先生のせいだね。なんで先生のせいになるんだよ。とりあえず羊探しだ、羊探しって、ちっちゃ、豚はちっちゃ。豚は大きくならないの？え、あっちの豚はめちゃくちゃでかいよ。もしかしたら小豚はちっちゃいままなのかもしれないね。巨大豚でとんかつ祭りって、肉の量がしょぼ。こんなんじゃ全然お祭りできないよ。だけど羊の毛はたくさんくれるって信じてるよ。羊の毛も同じぐらいな気がするけどね。それを言っちゃおしまい、ししまい、ハゲの舞よいしょ。なんだよハゲの舞って。説明しよう。ハゲの舞とは、ハゲとハゲがハゲをこすり合わせながら踊る舞のことである。なんなんだよその舞は、適当に喋らなくていいから。全然いないな羊。じゃあ島を渡ってみますか。あと村とかもあったらいいよね。村が、うー、なんだあいつ。ガチガチお米粒くんたちもでかくなっていて、おしべしっぽー。モンスターがでかくなってんのはやばいね。こんなどでかいのに攻撃されたら一撃で終わりだよ。っていうか攻撃されなくてももう生まれて終わりだよ。いっぱいいる。激ヤバどでかカチカチ軍団現る。ああ、やられたい。なんでやられたいんだよ、意味わからんな。島に到着。どこにいる羊、どでかお布団作りたい。お、あれは羊じゃないのって。レメレメかよ、羊じゃなかったね。なかなか羊が見当たらないっていうか、村だ村、村があったよ。やった、村を見つけて。うれうれうれしいな、うれうれうれしいな、うれしすぎてハピ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 ピッ。これで羊探す必要ないって。羊、ここで羊出てくんのかい。まあお肉集めもしときたいし、羊を倒しておきますか。どでか羊の股間を狙え、股間を。別に股間は狙わなくていいでしょ。っていうか羊の毛もちょっとじゃないか、大量にくれよ。やっぱりそんなにくれないのね。っていうかなんだよあの奥に見えるの、合体ロボか、めちゃくちゃでっけー。村のアイアンゴーレムでしょ。ケツ太郎がでかいということは村人もでかいのかって、めちゃくちゃちっちゃ。村人大きくはならないんだね。なんでなんだよ、ハゲだけでも大きくなってくれよ。ハゲだけでかくなったら気持ち悪すぎでしょ。とりあえず木材集めてお布団作りますか。どんどん木を切って切って切りまくれって、急に消えた。どういうこと。モブがでかくなってるせいで世界が重くなってるのかもね。そうなの、でかくなったら処理が大変なのか。重くなるのは関弁、大弁、関西弁と言っそ。ずじゃないかな。重くなったけどなんとか木材ゲットって、あれゲットできない。なんだこれ、ゆっくり降りてってる。もうバグではちゃめちゃむちゃくちゃ、はちゃめちゃむちゃくちゃ、お茶パッパ。なんでお茶が出てきたんだ。
これでようやくお布団作れるって、なんだなんだなんだ、なんか作業では起きないんだけど、またまたバグかよ。ジュッピジュッパー、村の近くにいるのが良くないのかな。確かに村に来てからかなり重くなったもんね。ここを拠点にしたかったけども、一旦離れるとしますか。遠くへ移動だ移動。あそこ遠くに見えるのはメサか。いいところ見つけちゃったもんね。あそこに移動だ。また水の中入らなきゃいけないのか。カチカチお米粒軍団が出てきそうで怖いよね。あれ泳がないなんで、いつもいかお腹めちゃくちゃ減ってる。それなのにダメージ食らわないなんて、もう僕最強。バグでダメージが遅れてるだけなんじゃないの。じゃあ後からやってくるの怖。あと水の中にいても泡のマークが出てこないよ。だからもう水の中も減っちゃろう。だからそれも遅れてくるだけでしょ。よし、メサの島に到着だ。まずはお布団作ってリスポン地点を変えた方がいいかって、また作業台が置けない、どうしよう。ダメージも食らってる、遅れてきたよダメージ。どうすんのどうすんのこの状況。とりあえず飯食べとこう飯。泡のマークも出てきた。もうめちゃくちゃ泳ぎ出したよ。もう何気ねんでよ、泳げない。もうバグのせいで大変なことになってんね。陸の上で泳いでるよ、こいつ何やってんだよ。おかしなバグが起きちゃってるね。いつまで泳いでんだよ、もう意味わからん意味わからん意味わからん、ランランランルーって急に起きるのかよ。なんとか処理ができたみたいだね。これでようやくお布団作れるようになるかな。よかったよかった。それじゃあすぐお腹減っちゃうから、剣でお肉をどんどん取っていこう。肉祭りだ。肉肉肉肉肉祭り、肉肉肉祭り、焼いてもうまい、揚げてもうまい、生で食べたら腹壊す、肉肉肉肉肉祭り。お肉も大量大量大量だ。なんか燃えてるぞ。だあ、こんなところで骨骨骨骨が燃えている。木の下にでかいから隠れられてなんないよ。これで骨焼きの出来上がり。そのお味はもちろん美味しくないよ。美味しくないのかよ。気づけば夜がやってきた。化け物たちもめちゃくちゃでかい、やばすぎる。こんなボンボンキャベツマンが爆発したらこの世界は終わりだよ。何もかもが吹き飛びそうだね。それじゃあ勝負だ。攻撃して逃げるを繰り返せばでかくたって大丈夫だろう。危ないから気をつけてよ。どうだ、爆発作るの、逃げろ逃げろ。大丈夫だった、助かった。怖えなって、何のダメージ。遅れてなんかのダメージやってきたんだね。じゃあ遅れて爆発とかもやめてよ。とりあえず攻撃して逃げろを繰り返していこう。来るか爆発。来ないのかよ。意外と爆発してこないね。ただただでかいやつだな。こんなやつ余裕のやっちゃん89歳。いや、ちゃんとしおりって気をつけて。やばすぎるって、大丈夫なんか。いや、また来るって大丈夫かよ。バカしなんかい。もうわけわからんことなってるね。なんだよ、全然爆発しないじゃないか。だったらもう倒しちゃおうじゃないかって、ダメージも全然当たないんだよな。もうバグがひどすぎる。こんなんじゃ一生倒せんよって倒せるんかい。もう今日からだったらこの調子でボンボンキャベツマンを倒しまくってやるって。これ攻撃効いてんのかな。重すぎて全く動いてないね。こんなにでかくても動けないんだったらゲロシャブ野郎たちだな。それじゃあゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出しで倒しちゃおうかな。なんでやられたの。
意味が分からずもちっぺちっぱバグの世界はもう大変だね。さっきはよくもやってくれたじゃないかってちっちゃいやつもいる。こいつにやられたのか。ちょっと待ってちょっと待って、やばいやばい、ガンガン襲われてる。助けて。あっという間にやられて飯うま。飯うまじゃないから。次は剣でガンガン攻撃ガンガン攻撃、こんだけ攻撃すればやられてくれんじゃないのかな。なんか全然効いてなさそう。やばいやばい、チビに見つかった。チビを攻撃攻撃ってチビにも効いてなさそう。どうすればダメージを当たってくれんの。モンスター無敵状態だね。バグのせいで最強になってんじゃん。こんなやつら卑怯だよ卑怯。卑怯すぎて反則負け。反則負けとかないから。だところ返り討ちにしてやるからな。どうだ、こんだけ攻撃すれば。あー、こんなの絶対勝てなくて、おじぺじぱー。勝てないんだったら朝にしてやる。お休みイカスミ夏休みだらだら。さあ朝だ朝、みんな燃えろ燃えろ燃えろ。邪魔者が燃えていなくなったらボンボンキャベツマン爆発させてみようかな。確かに爆発するところはちょっと見てみたいよね。っていうか襲ってこないでよ、静かにやられといてよ。どうにか帰り討ちに。ゃ変に向かって行くからだよ。だって燃えてやられると思ってたからね。こいつらなかなかしぶといな。なんとか終わった、助かった。それじゃボンボンキャベツマンを爆発させてみよう。さあ果たしてどんな爆発がするのかな。楽しみ楽しみ楽しみだな。で全然動かない、バグのせいで全然動かない。完全に固まっちゃってるね。もうこれじゃサバイバルの限界だよ。固まっちゃってこれ以上やることできなそうだもんね。仕方ないからやり直して爆発だけ見てみよう。どれかボンボンキャベツマン登場。果たしてどんな爆発になるんだ。ってしょぼー、爆発しょぼー。ただのボンボンキャベツマンと変わらなくて、おじぴじぱー。まさかのがっかり結末で終わっちゃったけど、どれかモブの世界楽しかったね。というわけでまたお会いいたしましょう。バイバイバイ、ボンボルピー。チャンネル登録よろしくお願いします。